い、どうも松村でーす。はい、今日は研究生講演が2回ありました。いやー、今日はきょんちゃんとあやちゃんがサポートメンバーで入ってくださりました。ありがとう。1回目はまさかの会いたかったの衣装でシャツインしていた。全然気づかなかったよね。ちょっとね、まずい。私ちゃんと確認します。いやでもなんかね、面白かったかな、それはそれで。マジに、マジ、ほんと素でやってたっていう。からの、顔タンコールを強要しました。声出しという名の。はい。いやー、盛り上がるかなって思ってちょっとやってみたんですけど、なんかやっぱ、自己紹介の一発目って、私的には大事だと思うんですよ。あそこって。なんかそこのテンションってすごい大切だなって思うので、なんかそこから盛り上げていけたらいいなと思い、ハイテンションでやっております。なんだろう、滑りたくないなっていう一発目からね。まあ、そんな感じなんですけども。で、あとは、まあ、涙の湘南。湘南ね、皆さんからどう見えてるんだろうなってすごい思うんですよね。リハーサルの映像とかも撮ってチェックしてるんですけど、あとは、表情どうかなっていう。なんかやっぱ表現力だったりとか、ステージで、目をね、あんまり引いてもらえなかったりするので、まあそこは自分の力不足だなとすごく思うので、ダンスそんな得意じゃないからね、その分表現力つけたいなとも思うわけなんですが、はい。まあでも、1回目の MC は日置さんにすごい助けられましたね。本当にありがとう、日置さん。で、2回目はですね、9人 MC か？9人 MC。 9人 MC か、そうだ、そうそうそう。新しいニックネーム、呼ばれたいニックネームっていうね、発表したんですけど、どうでしたか？結構盛り上がったかなと思ったんですけど、終わってから自分的には MC 良かったんじゃないかなっていう。良くなかったですか？結構面白かったかなと。それぞれみんな入れたりましたし、で、アーカイブでどうなってるか見たいんですよ。なんか最近定点の映像を見てすごく勉強になってて、非常にありがたいんですけど、ちょっと今日の2回公演も定点動画、まあ定点無理だったら、まあ普通の映像もちょっと見たいですね。DMM 入るか悩むな、ほんと。最近入った方がいいよね、絶対って思ってるんですよ。まあでも2回目の MC はうまくいったなと思いました。盛り上がったかなと。次は26日なんでね。まあ、またしっかりやっていきたいなと思っています。はい。はい。もう4分。早い。で、公演終わってからは、まあ、金子とちょっと久しぶりに常人聞くをして、まあ、私から誘ったんだけど、なんか、金子はしょっちゅう走りに行こうとか言って言われるけどいいやって言ってたんですけど、ちょっと今日衣装着てたら、いや、やばいなと思って、やっぱ痩せなきゃなっていうので、痩せます。続けようかなと思います。で、私スニーカーいっぱい持ってるんですけど、ランニングシューズを持ってなくて、
早速買おうかなーって思いますね。2900円ぐらいで売ってるので。はい。だからなんか今日ね、あんまり良くないシューズで歩いたから、走ったからちょっと痛くて。ちょっとね、しっかりしていきたいなと思いまーす。ちょ、これ、うちは、まあ、見せられないですけど、あるうちわを私はここに刺して、こねるときいつも見てるっていうね。気持ち悪いね。うん。あ、そうだ。なんだっけ。あれ書いたよ。公式ブログ書いたんでよかったら見てくださーい。はい。なんだろう。これから先の公演が、多分、結構大変になると思うんですけども、もう精一杯やっていきたいなと思います。なので、皆さん、そうだ、AKB の研究生が、パジャマドライブ公演をしてる。そう。ちょっと、私たちもそろそろ、新しい公演をやらせていただきたいなぁと思い、柴さんにはお願いをしたりしたんですけども、どうなるのか。ね。ちょっといいタイミングで、こう変化していきたいなと思いまーす。はい。もう7分ぐらいになるのでちょうどいいかな。バイバーイ。チュ。チュ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 。バイバーイ。おやすー。